さつき信子1919年5月信子は、日本の女優。本名、御手洗忍。新派から映画界に転じ、創成期の松竹蒲田で活躍。河田芳子、栗島澄子と並ぶ看板スターとして知られた。また、舞台女優としても、劇団、近代座を結成し、多くの後進を育てた。埼玉県北足立郡浦和町に生まれる。父、清は、浦和警察署の署長を務めた。埼玉県立浦和高等女学校を卒業後、新劇を志し、1915年9月に、武田正則と川村嘉良が、東京、神田の東京座で旗揚げした、新日本劇に入る。座員には、武田正則を頭に、花柳章太郎、藤村秀夫、岩田祐吉、忠邦弘、永井石長、渡瀬順子、村田英子などがいた。同年の第1回公演、枝川の流れで、本名の前川忍で、初舞台。翌1916年3月の本郷座での第3回公演、虎講で、初めて、さつき信子の芸名を名乗り、周縁久光子役を演じた。芸名は、結婚した友人の旧姓と、本名、忍の一部から取ったという。この間、芸術座附属演劇研究所で学び、1916年4月からは、新日本劇の地方巡業にも参加するが、劇団は、同年9月に解散となる。解散後間もなく、同劇団の顧問であった、佐藤幸六が残党を集めて新たに、日本座を結成すると、信子も参加し、12月の旗揚げ公演、裾野で、主演の金子を演じて認められる。新生劇を共に設立した、藤野伝え。関西新派の一座で、県劇団である、新生劇は、大正8年10月の弁天座旗揚げ後、京都座、新京極明寺座などで、多くの観客をつかんだ、日本座のメンバーとして、地方巡業に参加した後、1917年6月に、劇団を離れ、武田正則、諸口十九、高橋由伸らが結成した、新演劇協会に参加。茶を作る家、椿姫などを出し物に各地を巡演する。翌1918年3月東京に戻り、井上正雄主催の女優劇の一員として、浅草、東座の舞台に立つ。同年11月、井上と関係があった松竹合名社に招かれて、大阪に移り、大阪松竹所属の新劇団現代劇の女優となる。1919年2月の京都、明治座、道二つで、諸口十九と共演したほか、同年5月の神戸、中央劇場、太陽でも、諸口や勝見陽太郎を相手役に主演し、関西新派の幹部女優として活躍する。同年10月に、辻野良一、三好英子らと共に、新生劇を結成し、ある伝説の家を出し物に、大阪、道頓堀の弁天座で、旗揚げ公演を行う。以後も関西各地を巡演し、大衆的人気を得る。翌1920年6月には、山田九州男、明石牛尾、岡本五郎、衣笠緑らと国家劇を結成、弁天座で旗揚げ公演を行った。同じ頃、新演劇協会時代の仲間で、当時松竹所属の整備団の看板俳優であった、高橋由伸と結婚。同年11月、国際活映系列の国際新劇団に入る。翌1921年、当時松竹直営となっていた大阪千日前の楽天地で、新戸塚に出演中、創立間もない松竹キネマ、蒲田撮影所所長の田口桜村にスカウトされ、映画界入り。同年7月の帰山典正監督、愛のむくろで、諸口十九と共演して、銀幕デビューを飾る。続く、田中欽乃監督の悪夢で、関根徹初、諸口十九と共演し、3本目の野村薫亭、監督、栗島澄子主演の、法の涙で、芸者、春路を演じて認められた。翌1922年の過去残務監督、金色夜叉では、諸口の貫一、河田芳子のお宮に対し、狂蛮な女氷菓子、赤菓子、三枝を講演し、バンプ女優として評価されるようになる。同年の吉野信子原作、過去監督、海の極みまででは、鳴尾少将令嬢、安子を演じ、川田芳子、栗島澄子と共演。信子、川田、栗島の3人は、やがて初期かまた映画を代表する女性スターの地位を獲得することになるが、人従型の芸者役を得意とする川田、純情可憐の娘役を持ち役とする栗島に対し、信子は、妖艶な肉体を生かした番婦役や、社会劇や文芸作品での近代的な役柄に個性を発揮した。蒲田入社当初は、正統派2枚目の諸口十九を主な相手役としていたが、1922年後半頃からは、活劇スター、勝見陽太郎とのコンビが増えるようになる。島津保次郎監督、勇敢なる、低奏譜を皮切りに、牛原宇津彦監督、新式生、島津監督、愛の刑、黄金と立て続けに共演し、岩田祐吉と栗島澄子、諸口十九と川田芳子に匹敵する名コンビと謳われた。1923年に入ると、大愚人で引き続き島津監督、勝見と組み、続く、島津監督、恵まれぬ人では、関根徹初と共演、カフェへの女給を講演した。同年5月の池田義信監督の大作、母では、川田の生みの母、栗島の義理の母に対し、当時の名子役、高尾光子の育ての母を熱演した。また、本案物、人肉の死、社会派悲劇、カミソリでも主演したほか、演技派の岩田祐吉とも池田義信監督、二つの道で顔を合わせた。この頃には、単なる男性スターの添え物としての女優ではなく、一個の性格女優としての地位を確立していた。1923年9月の関東大震災の後、京都の下鴨撮影所に一時移籍。池田義信監督、呪われの日で、諸口と岩田、牛原監督、夜の笑いで、勝見の相手役を務めた後、翌1924年1月に、蒲田に復帰。野村薫亭監督、栄治殺しでは、主演の女土工、朝を演じ、小山巡査役の岩田祐吉との危機迫る演技合戦は評判を呼んだ。岩田とは、牛原監督の一軸、小沢徳次監督で、イプセンの人形の家の本案、黄金地獄でも共演。また、新日本劇時代の同僚でもあった、正邦弘とは、島津監督の茶を作る家などでコンビを組み、勝見陽太郎とは、大久保忠元監督のカルメンの本案、灼熱の恋で、勝見のドン・ホセに対し、カルメンを情熱的に演じた。後者は、同年の松竹最高の興行成績を記録し、栄治殺しと共に、蒲田での代表作の一つとなった。1924年11月、小唄映画、かごの鳥が、記録的大ヒットを記録した帝国キネマが、各社の看板スターの引き抜きを画策すると、信子もこれに応じ、正邦弘、小沢徳次らと共に帝キネに移籍。正邦、小沢とのトリオで、情歌渦巻く、勇敢なる弱者、夫婦と涙を立て続けに取るが、帝キネは1925年3月に分裂。その後、正邦、小沢らと共に、東宝映画に参加。新天王に主演したほか、四谷怪談でも岩、お梅の2役を熱演するが、間もなく、東宝映画は解散。これを機に舞台に戻り、1925年7月の、蘇我屋59楼一座の方角座での公演、奥様などに出演したが、59楼との事実無根のスキャンダルを報じられ、大きなダメージを受ける。それから間もなく、夫の高橋義信と近代座を結成。8月に東京、丸の内の方角座で、その妹、灼熱の恋、高橋おでんを出し物に旗揚げする。11月からは、蒲田時代の当たり役でもあった、栄治殺し、灼熱の恋をもって、関西地方を巡演する。この間、中央映画社に招かれ、同社の第1回作品、高橋おでん前後編で、高橋義信と石井宏を相手にタイトルロールを演じる。その後は、近代座の舞台に専念するが、1927年1月に、バンツマ、橘、ユニバーサル連合映画と提携し、山上則夫監督、キリシタンを長に主演。ついで、近代ザ・プロを起こし、やはり、バンツマプロと提携、大陸を流る女に主演。翌1928年には、大量のスターが脱退した、牧野プロダクションに招かれ、提携作品を制作する。牧野では、牧野正造式の、寄進前後編、牧野正弘監督の、読歌で、いずれも、読婦役を演じて、評判となり、読婦役者の代名詞的存在となった。翌1929年には、小沢徳次が設立した、小沢映画連盟に客演し、羅生門の父、半人半獣に、夫婦で出演。翌1930年には、発声映画社、大森撮影所制作の港をキー、金谷小梅に主演した。その後は舞台に専念し、大阪、楽天地の中央館、京都座、神戸、松竹劇場など関西を拠点に活動を続ける。一方、地方巡業も積極的に行い、遠くは朝鮮、満州にまで足を伸ばした。この間、月宮乙女、月浦かすみ、命で幼女の月、墨絵など、後に映画界でも活躍する女優を育てた。また、若き日の志村隆も近代座に一時在籍していた。1933年の6月から7月まで浅草公演劇場でお蝶夫人、高橋おでんなどを出し物に近代座創立8年記念興行を打つ。この後、高橋由伸と離婚した。劇団、享楽列車への参加を経て、古巣の関西新派に加わり、1933年11月から翌1934年1月まで大阪、角座に出演するが、1934年5月に座員34人のさつき信子一座を結成。浅草公演劇場で旗揚げ公演を行った後、各地を巡業する。映画は、翌1935年の太秦八世の浪曲物、高野高雄で上田吉次郎、同年の涙の母で、薄田健次を相手役に主演。1938年には、東宝の長谷川和夫主演、まぶたの母で、水熊の尾浜の大役を演じ、老練な演技力と母親役者としての貫禄を示した。第二次世界大戦中は、さつき信子一座を率いて、当時日本軍占領下であった東南アジアへも巡業する。1944年7月に、劇団の名称を以前の近代座に戻し、同年11月と、翌1945年2月には、大阪、浪速座に出演したが、戦争の激化により一座を解散し、芸能界を引退した。夫と共に、戦後間もなく、元大阪毎日新聞学芸部記者、みたらし彦六と再婚。カトリック信者であった夫の影響で、自身もカトリックに入信し、マリアの洗礼名を受ける。1952年1月、当時夫が専務理事を務めていた財団法人カトリックセツルメントの主催により、上智大学講堂にて夫との共演でに妹を上演。同年8月には同財団が設立した映画会社リリアールバ社制作による海外輸出向け作品乱世の白百合でマリア・ミタライの名義で主演の細川ガラシャを演じた。細川忠興役は、同じ井上正雄門下の山村聡が務めた。また、新日本劇時代の同僚だった、竜英二郎や、娘婿にあたる小林十四郎なども出演した。この作品は、夫が団長を務める、カトリック平和使節団がローマを訪問した際、同地で上映され、3年後の1955年には、戦国異聞の題名で、日本でも公開された。1959年7月21日、脳溢血のため、東京都内の自宅で死去。65歳であった。劇団近代座以前劇団近代座、さつき信子一座、カトリックセツルメント松竹蒲田撮影所松竹芸、鴨撮影所帝国キネマ東宝映画中央映画、バンツマ、立花、ユニバーサル連合映画近代座、プロダクション牧野プロダクション、小沢映画連盟発声映画社太秦八世、東宝リリアールバ映画、乱世の白百合、監督佐藤部、大岩大輔、1952年10月30日、完成。1955年2月25日、戦国引きの題で日本航海、細川ガラ社。ありがとうございます。